はい、こんにちは、今回は三宮にある神戸牛のお店石田屋さんをご紹介する後編です。ほら、聞こえてきましたよ。お肉の焼ける美味しそうな音です。ちょっとしばらくね、ご覧になってみてくださいね。ほら、お肉立ってますね。そしてこの鋭いナイフ、あら、ものすごい切れ味ですね。そして今度は、焼く面を変えて、こうして外側をね、焼いていくんですよね。今こうして焼いてくれてるこの方ね、女性なんですよ。鉄板焼きのステーキってこうして目の前でこうパフォーマンスが見れるのが楽しいですよね。はい、焼けました。ミディアムレアに焼いてもらいました。塩とそれから黒胡椒をつけていただいちゃいます。次はね、付け合わせですよ。今これは厚揚げですね。それから、これがナルトキントですね。さつまいもです。手前のはね、赤こんにゃくです。はい、綺麗に並びました。こちらはね、ミニのチンゲン菜です。ちょっとほろ苦くてね、美味しいんです。私は白ワイン。はい、お肉ね、次のお肉です。ガーリックをつけてね、いただきますよ。はい、こちらはね、最後のご飯ですね。白いご飯も選べるんですけど、ガーリックライスもできます。はい、お漬物と赤だしと、とっても美味しかったです。ぜひ行ってみてくださいね。はい、ありがとうございます。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。